ゆっくりヒビタンタン。英文法。皆さん、こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は比較関連の慣用表現を解説するぜ。原級、比較級、最上級のいずれかが含まれる慣用表現ってことね。そうそう。いずれにせよ決まった言い方なので、覚えたもん勝ちだ。今回紹介する慣用表現の多くは中学レベルなので、動画のカテゴリーは基礎にしておいた。多くは、ってことは高校レベルの慣用表現も含まれるのかしら？実は、1セットだけ高校レベルの表現がある。でもそれ以外はよく目にする基本的な表現だ。この動画を最後まで見れば、比較関連の慣用表現はすべてマスターできるぜ。ふむふむ。ところでマリサ、チャンネルの指名いいかしら？どうぞ。このチャンネルでは、すべての英文法をわかりやすくゆっくり解説することを指名にしています。英語学習者でゆっくり解説好きの方は、チャンネル登録をしていってくださいな。いいかな？では、英文法地図のお出番だぜ。この地図もだいぶ見慣れてきたわね。だな。すでに7割程度は解説した。項目ごとに再生リストを作っているので、ぜひ利用してくれ。あと、この地図は無料ダウンロード版が存在する。ダウンロード後、コンビニなどでプリントして手元に持っておくと便利だ。詳しくは概要欄をご覧ください。で、このところ解説している比較の項目は、ここだな。で、ここが原級、比較級、最上級の慣用表現になる。へぇ、なんかたくさんあるわね。そうそう。比較の項目は細かい補足ルールも多いが、慣用表現もたくさんある。基本になるルール自体はそれほど難しくないが、覚えないといけないことが多いので、混乱しやすいところだな。しかし心配はいらない。一つずつ落ち着いて覚えていけばいい。わかったわ。今回は理屈を理解するというよりも、形を覚えていくような感じだ。慣用表現自体は12個、8セットになる。どういうことかしら。同じ意味なんだけど、別の言い方がある場合などは1セットとしてまとめてある。では、上から順に解説していこう。残の代わりにプを使う形容詞や動詞だ。残何々で、何々よりも、って意味だったわよね。そうだな。それが比較級の基本だ。しかし、比較の意味を初めから含んでいる形容詞や動詞で、残の代わりにプを使うものがある。形容詞は4つ。スペリア、インフェリア、シニア、ジュニア、だぜ。それから動詞のプリファーだ。プリファー A to B で、B よりも A を好む、という意味になるぜ。あと、これらの単語は、もともと比較の意味を含んでいる。だから比較級にはならない。ある意味喫水の比較級みたいな単語だな。ふむふむ。例文を見てみよう。This smartphone is superior to that one。このスマートフォンは、あれよりも優れています。superior という形容詞はすでに比較の意味を含んでいる。より優れている、という意味の形容詞だ。より優れているというからには、比較の対象が必要だろ？それが前置詞プーをつけて表されるこの部分だな。プーザットワンのワンは前に出てきた名詞を2回言うのを避けているのよね。そうそう。ここでは、ザットスマートフォンという意味だな。プーの代わりにザンを使うことはできないので注意してくれ。試験問題を作りたくなるポイントだな。ちなみに、このスペリアープーは同じ意味のベターザンのフォーマルな言い方だ。というか、堅苦しい言い方だな。ふむふむ。じゃ、動詞のプリファーを見てみよう。ヨウムプリファーズモナカプーケーク。ヨウムはケーキよりもモナカが好きです。なんとなく和菓子が好きそうなイメージあるわよね。だな。霊夢はどっちが好きなんだ？私は、モナカばっかり食べているときはケーキ食べたくなるし、ケーキばっかり食べているときはモナカ食べたくなるわ。あと、モナカやケーキの種類にも影響されるから、一概には言えないわね。まあ、人間そんなものかもしれないな。何よ、その含みのあるセリフ。話戻すぜ。プリファーの後、つまり目的語に好きなもの、プーの後が比較対象になっていることを確認してくれ。それと、プーの代わりにザンは使えないことを覚えておいてくれ。わかったわ。では、次。ワンオブザ形容詞最上級名詞の複数形で、最も何々の一つ。これは非常によく使われる表現だ。そして、検定試験なんかでも登場する。TOEIC でも目にすることあるぜ。この名詞の複数形を空所にした問題は、英語初級者と、初中級者を分けるような問題だな。この名詞が複数形になるってことを知らないのなら、まだまだってことね。そうそう。例文を見てみよう。This is one of the most beautiful flowers。これは最も美しい花の一つです。最も美しい花が複数あって、そのうちの一つってことだな。最も美しいのに、複数なのはなんだかおかしいわね。ふふ。まあ、こうおつつけがたいって感じかな。到着位置が複数あるわけだ。あと、もしかしたら角が立たないように気を使っているとか、一つに断定するのを避けているとか、そんな意図があるのかもしれない。これが最も美しい花ですって言っちゃったら、反論が出てきそうだろ？
確かに。反論もそうだし、反感も招きそうね。どんどん行くぜ。as 言及 as possible、もしくは、as 言及 as a scan、できる限り何々。これも多用される表現だな。例文だ。we run as fast as possible。we run as fast as we could。私たちは、できる限り速く走った。両方とも同じ意味だ。走った、が過去形だから、この例文では can が could になっているな。ふむふむ。これは本当に丸覚えで大丈夫そうね。では次。not so much a as b もしくは、more b than a もしくは、b rather than a。a というよりはむしろ b。否定の not が入る表現は、b の方が後に来る。否定ではない方は、b の方が前に来る。これはちょっと紛らわしいわね。まあな。例文を出すぜ。he is not so much a teacher as an artist。he is more an artist than a teacher。he is an artist rather than a teacher。彼は教師というよりも芸術家です。この三つの例文は、同じ意味になる。ほうほう。一つ目の例文は、言及の否定だぜ。芸術家ほどには、教師ではないということだな。なんだかややこしいわね。マッチやティーチャーで、より教師である、でそれを否定して、それほど教師ではない。そして、アズの後ろが比較の対象、アズアンアーティスト、芸術家であること、だぜ。結果的に、彼は教師というよりは芸術家だ、という意味になる。なるほど。まあ丸暗記でも通用するが、この慣用表現は作りを理解しておくと記憶に残りやすい。二つ目は、more an artist でより芸術家、than 以下が比較の対象。ふむふむ。これは理解しやすいわね。三つ目は、まず、芸術家だと言ってしまって、教師というよりも、と付け足している。rather than で、何々というよりも、だぜ。一つ目が一番難しいわね。確かにそうだな。補足になるが、監視の位置にも注意してくれよな。わかったわ。では、次。座比較級 SV、座比較級 SV、何々すればするほど、よりほにゃらら。よりほにゃらら？例文がないと、イメージしにくいな。The more the girl practiced the, the better she played the violin。練習すればするほど、その少女はバイオリンを、ますます上手に弾いた。練習こそ上達への王道ね。練習した分だけ上達するというのは、練習の仕方がわかっているということだ。いくら練習しても上達しないという場合は、練習方法を見直さないといけない。確かにそうねー。このモアとベターが比較級だな。比較級なのに座がつくことにも注意してくれ。比較級なのに座がつくのはちょっと意外ね。マリサの言う問題作りたくなるポイントかしら？そうそう。霊夢も随分問題作成者の気持ちが分かってきたな。コンマを挟んで、前の部分と後ろの部分が対になっている。それで、何々すればするほど、よりほにゃららになります。ってわけだな。ふむふむ。じゃ、次行くぜ。オールザ比較級フォー名詞、もしくは、オールザ比較級ビコーズ SV。ほにゃららだから、ますます何々。ほにゃららの部分は、フォーの後ろの名詞か、ビコーズの後ろの説に当たる。何々のところは比較級の部分だ。ちなみに、この表現は高校レベルだ。中学レベルではないってことね。例文を出すぜ。タケルライクスアヤカオールザモアフォーハーカインドネス。タケルはアヤカの優しさのおかげで、より一層彼女が好きです。もともとアヤカが好きだけど、優しいから、さらに好きってことだ。まあ、それは当たり前よね。確かにな。例文だから内容も当たり前にしているのだろう。この慣用表現は意外性がある時に使うとドラマチックになる。おっちょこちょいなところがあるから、より一層好きとか、そういうのかしら？ドジっ子アピールも時には必要かもしれないわね。まあ、霊夢はアピールしなくても大丈夫だぜ。え？マリサそれ、どういう意味かしら？話戻すぜ。オールザモアでより一層、フォーハーカインドネスは彼女の優しさのおかげで、ということだ。フォー以下に続く部分は名詞になるが、SV つまり説だったら、ビコーズに続く。The boy studied all the harder because he needed to pass the test。 少年は試験に合格しなければならなかったので、より一生懸命に勉強した。pass the test で、試験に合格するという意味だ。前半のオールザ比較級、はさっきと同じ作りだ。もともと勉強はしっかりする少年だけど、より一生懸命にした、ってわけだな。で、なぜかというと、彼は試験に合格しなくてはならなかったから、と続く。これはわかりやすいわね。前半のオールザ比較級をしっかり覚えておけば、あとは直感的にでも理解できそうだな。では、次。as many as 数詞で、何々もの。数詞が量の場合は、many の代わりにマッチになる。数詞が量の場合って、どういうことかしら？数詞ってのは、数字のことだ。そしてその数字が量の場合、つまり数えられない名詞につく場合だ。例えば、500円とか。ああ、英語だとお金は数ではなくて量の扱いなのよね。そうそう。では、数の方の例文を見てみよう。As many as 100 people waited in front of the shop。
店の前には100人もの人が待っていました。新しい iPhone でも発売されるのかしらね。乗るしかない、このビッグウェーブに。とにかく、数が多いことを強調するために、数字の前にアズメニーアズをつけているわけだ。これは単純ね。丸覚えで大丈夫だな。では、最後の表現だ。比較級&比較級で、ますます何々。It was getting colder and colder。 どんどん寒くなってきました。より寒く、より寒く、って感じだな。進行形と相性が良さそうね。だな。日が暮れるに従って、だんだん寒くなっていくような雰囲気がよく出ているよな。じゃ、こんなところでまとめるぜ。よろしくお願いします。英文ポーチズの該当箇所を出すぜ。スペリア、インフェリア、シニア、ジュニア、プリファーは残の代わりにプーを使う。ワンオブザ形容詞最上級名詞の複数形で、最も何々な一つ。アズ言及アズポッシブルもしくは、アズ言及アズエスキャンで、できるだけ何々。ノットソーマッチ A アズ B もしくは、モアビーザン A もしくは、B ラザーザン A で、A というよりはむしろ B。ザ比較級 SV、ザ比較級 SV で、何々すればするほど。オールザ比較級フォー名詞もしくはオールザ比較級ビコーズ SV で、ほにゃららだから、ますます何々。アズメニーアズ数詞で、何々もの。比較級&比較級で、ますます何々。といったところで、今回は終わるぜ。マリサ、まとめありがとう。どういたしましてだぜ。最後までご視聴、ありがとね。ねえマリサ、これで比較の項目は全部説明したことになるのかしら？いや、あとクジラ構文が残っているぜ。あ、前々から気になっていたわ。クジラ構文いよいよ登場ね。だな。楽しみにしているわよ。チャンネル登録して待っていてくれだぜ。よろしくお願いします。